原始の営みに植物は計り知れない恩恵をもたらしてくれます。これまでもカラムシという植物の繊維をよって糸にしたり、鶴を編んで網にしたり、木の皮を組んで座布団を作ったりしてきました。今回、そんな植物素材に新生が登場します。その名も、杉は国内に200種類ぐらいあって見分けるのがめちゃくちゃ難しいらしいんですけど、1個の目安として断面がこんな感じで三角形になっているそうです。ぐらいの薄さにできました。よいしょ。だいたいこのぐらいかな。このぐらいの長さ切り出して針を作っていきます。じゃあ今日はいよいよスゲを編んでいきたいと思います。2週間ぐらい乾かしていい感じにカラカラに乾いています。ネジに通しておいて
て巻く。よいしょ。巻いてあげたら、こっからですね、この結び方の肝なんですけど、今はこの一束を巻いてたんですけど、一束巻くのと二束巻くのを繰り返す。上と下、この二つを巻く。巻いて、あ、なんかいけたかもしれない。一束巻いて、二束こことここ巻きたいですよね。巻いたらめっちゃ頑丈になる。だからここにスゲを一本通したい。ここで登場するのがこの網針。生きるか。結構思ったより狭い。よいしょ、難しい。通しました。さあ、運命の瞬間だ。ここに通す。お、いけ、いけ。ちょっと熱すぎたか。芋が熱すぎたか。ほっ、ほっ、頼む。ってくれ。おお、いったー。いきました。通ったから今度はこうだ。いったー、よし。おお、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。こんな感じでちょっと整ってきました。この巻く方のすげがなくなった時は、できるだけ長くていいすげを用意して段を芯に詰めちゃって、2回とかギュッて巻いちゃって、前のやつは芯の方に入れ込んで、くっ、よいしょ、よいしょ、こうやって新しく始めておけば何事もなかったかのように新しく網が始まります。できたのはこのくらいです。まだまだです。ちょっと今さら気づいたんですけど、このこれですね、針で巻く方、この巻く方のすげしかその外に映らないので、ちょっと芯にいいすげ使っちゃってたんですけど、太くて綺麗な一番いいすげを網針を通すおやつにしていきたいと思います。ところで可愛い、君の夢が叶うのは誰かの影じゃないぜ。9時間ぐらいやったんですけど、こんぐらいです。そしてこれからどんどん口が広くなっていくので、これからどんどん大変になっていきます。だいぶ大きくなってきたので
最後の始末に入りたいと思います。長かった、本当に嘘でしょってぐらい時間かかります。この末端をこう綺麗にまとめていきたいんだけど、ここでブツって切っちゃうとちょっとかっこ悪いので、ちょっとずつこの巻いてる束を細くしていって、でこっち側で巻いていって、もう一本足して2本でこう三つ編みみたいな感じでこう編んでいって、最後その2本で結ぶというのをやっていきたいと思います。またこっちで巻いて、よしよし、こうすれば結べるんですね。できたー、末端はここです。綺麗に止まりましたね。オッケー、来た、よし、オッケー、はい、できました。